こんにちは。デミコとグーコのお家です。あ、違うっけ。まあ、何でもいいか。今まで2匹だった我が家の猫たちですが、なんと3匹目をお迎えしました。パチ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 。ついに3匹目です。それでなんで、まあ、とりあえずうち2匹もロシアンブルーがいて3匹目を迎えたかっていうと、結局ティミコの年齢が今9歳で、グーちゃんは1歳半の若いニャンコちゃんだからね、遊びについていけないんだよね、ティミコがね。ね、それで遊びにこう付き合えるような若い猫ちゃん欲しいな、飼いたいなって思ってたら、まあ偶然にね、そういうご縁に恵まれたんだよね。で、今回の3匹目の猫種はね、ロシアンブルーではなくラグドールをお迎えしました。ね、なんでラグドールかっていうと、まあ確かにうちはね、2匹ともロシアンブルーだからね、3匹目もロシアンブルーで行きたいなっては思っていたけれども、何分ロシアンブルーって本当に神経質な性格の猫ちゃんだから。まあ、おおらかで、まあ、みんなとこう仲良くできそうな子っていうふうに考えた時に、ラグドールが一番こう我が家にとっては最善の猫の種類なのかなと思って、まあ、今回はね、ラグドールをお迎えしました。で、ティミコとグーちゃんは、まあ、簡単に言えばペットショップからお迎えした猫だけれども、今回のラグちゃんはブリーダーさんのところからお迎えしたんだよね。まあ、ちょっとその辺も、まあ、ブリーダーさんのところとペットショップの違いもおいおいどこかでね、話していけたらなとは思うけれども。じゃあ、まあそんなこんなで、ティミコとグーちゃんと、あともう一匹のラグちゃん、まあ、うちは3匹になりましたので、どうぞよろしくお願いします。着いたよ。危ない。これ登ったね、やってないよね。やってない。あいつだよね。あいつ。だから変なこと覚えさすのやめて。怒られてやるわ。一旦ここ入ろっか。ね。怖いね。
そこでちょっと落ち着くんだよ。ね、そこで落ち着いたらいろいろ見て回ろうね。いいよ。どうすか、開けっぱなしでいい？開けっぱでいいよ。気になってストレスに。え、今てみこ。ごめんね、てみこ。そうだ、妹来たの、さっき言うの忘れてた。ごめん、忘れてた、あんたたち入れるの。もう早速見に行っちゃう。あ、ご飯ね。はい。あいつなんか気づいてるぞ。めちゃくちゃ。はい、その方、僕ご飯ね。はい、ご飯食べる。これは気づいてる。だって言ってる、テミコにはちゃんと言ってるもんね。そうも知ってる。のぞき会話です。めちゃくちゃ見てる。くーちゃんそっとしといてあげて。気にはなるだろうけどよ。じゃあ気になる？ちょっとこれこっち置こうか。よし。おんま。あとくーちゃん大きいぞ。おんまいよね。時間かかっちゃって。みんなに。チューブ上げてこされた感じで。猫にとってうちが縄張りだからね。嗅ぐでしょ。嗅ぐね。違う匂いするんだよね。こんな行動初めてだね。よく猫カフェ行った後に帰ってくるとクンクンチェック入る。あんな、いいの簡単に近づかせて。前、うん、くーちゃんの時は柵して入れんのにしてたね。そうだけど、結局ほら、どういうふうになるんでしょう。本当はさ、別室の方がいいけど、うち、3部屋しかないから。ね、このままこんな感じで、とりあえず1週間前後様子見て。行かせられたの。ちThank you.
ちょっと、ダメだってば。静かにしとくの。とっても可愛いよ。とっても可愛いよじゃない。